中国の原子力潜水艦が台湾海峡で沈んだとの話を最近多く目にしています。日本の処理水問題は原子力潜水艦事故の目をそらすなんて話も出てきています。追跡して調べていきますね。日本の通常動力型潜水艦は世界最強とも呼ばれているそうですが、どこがそんなにすごいのでしょう？それを見ていきたいと思います。2020年3月5日、神戸市の三菱工業神戸工場で、海上自衛隊の最新鋭潜水艦を、竜の引き渡し式が行われました。欧竜は、広島の5基地を母港とする、そう、竜型潜水艦の11番艦です。広大な日本の領海を防衛する新戦力として、実戦配備の日を迎えたというわけです。5といえば海軍基地として有名ですね。大ヒットしたアニメ、この世界の片隅にの舞台も5でした。戦艦ヤマトの勇姿が呉港に浮かぶシーンもありましたね。そういえば、太平洋戦争末期、アメリカは、本当は軍港である呉に原爆を落とす計画だったそうです。しかし、天候の問題で広島に落としたのだと言われています。欧竜のデータを紹介しましょう。基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、幅 9.1 メートルとされ、通常動力型潜水艦としては、世界でも有数のビッグサイズと言われるほどの規模なのです。そう、竜型潜水艦のエンジンですが、10番艦までは、ディーゼル、スターリングの両エンジンと鉛製の蓄電池を併用した推進方式を採用していました。しかし、11番艦欧竜派ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池方式の併用となりました。かなり大きな変更があったということになります。ここで気になるのが欧竜の速力です。公表値は水上で13ノット、水中で20ノットなので、エンジン機関を大きく変えたのにもかかわらず、先輩である10番艦までの艦と大した違いがないことに気がついた方もいますよね。言うまでもなく、現在の潜水艦という兵器の位置づけは最重要軍事機密に該当します。となると、その重要な兵器の性能を簡単に推測されるような正しい数値を公表するわけはありません。つまり、あえて従来艦と違いの少ない値を公表していると考えるべきではないでしょうか。また、最新鋭艦欧竜だけでなく、従来の双竜型に関しても、連続潜航可能時間や最大潜航可能深度等、潜水艦の性能に関する重要な情報は、極秘事項として一切開示していないのです。厳重機密ということが明白ですね。言うまでもなく、潜水艦のデータを隠しているのは一言なく、世界的にも同じ傾向です。となると、欧竜の公表値水中速力は20ノットですが、実速度とは全然違うのではないかと推測する人も多いそうですが、当然といえば当然ですね。データを隠したり、ごまかす理由は、水中速度と連続潜航可能時間が分かれば、当該潜水艦の行動可能範囲が他国に把握されてしまう恐れがあるからです。発見されることなく、隠密行動を取る潜水艦の活動範囲は、絶対に敵に知られてはならない情報です。特に、通常動力型潜水艦は、絶対に秘密にしておくべき情報です。では原潜なら大丈夫なのか？ということですが、実は、原子力推進型潜水艦は、機関部分だけを考えると、理論上、ほぼ無限に連続航行できるのです。原子力を利用した機関は強力ですから、水中速力も30ノットは出るだろうというのが一般的な知識です。ですから、原潜は、通常型とは逆に隠す必要がないので、隠したとしても、バレバレで意味なしと言った方がいいのかもしれませんね。現実的には、原潜でも、それを動かす人間、乗組員は艦内で生活していますから、食料など物資の補給はどうしても必要です。また、狭い艦内に缶詰状態に置かれることに耐えていかなければならない人間の精神面の課題なども様々あるでしょう。
つまり、源泉自体は動き続けるとしても、中にいる人間にとっては、その中での長期にわたる生活は、困難が伴うものと考えられます。話を追う流に戻します。鉛蓄電池より出力の大きいリチウムイオン電池を採用しているので、10番管までの従来管と同じ水中速力とは考えられません。瞬間的なパワーなら原子力推進型に遜色ないのではないかと思われます。原子力推進型潜水艦にメリットが多いのは確かでしょう。だからこそ、アメリカやイギリスなどのように保有している潜水艦のすべてが源泉である国々が軍事力では優位ということは明らかです。確かに、建造費、管理、維持経費、廃棄処分までの手間や予算を無視すれば、原子力推進型は一番パワーがありますし、これに勝てる機関は今現在は存在しないとも思われますから、無敵と言えましょう。ちょっと飛躍した例えですが、原子力推進型というのは、簡単に言うと、人気アニメ、新世紀エヴァンゲリオンに登場した S2 機関、人類の敵とされる人が体内に持っている永久機関のようなものと考えられます。つまり、無限に近いエネルギーを発生できる仕組みと考えていいでしょう。永久機関については、古くから作りたいとか、作られたが壊されたなど様々噂されてきましたが、はっきりと発明されたとは公表されていないようです。最近は、永久機関という言葉も、ほとんど目にしなくなりましたが、永遠はないと考えた人類は、永久機関を考えることを止めたのでしょうか。原子力推進型か通常動力型かに関係なく、潜水艦の性能の優先事項になるのは最大潜航深度と言われています。どれぐらい深く潜れるかが、敵のソナーから逃れられるポイントと言えましょう。当たり前のことですが、膨大な海中全域を一度に索敵することは非常に困難でしょう。つまり、敵のソナーより深く潜ることができれば有利というわけです。要するに、敵より深い位置にいたら、下から敵を攻撃できるんですからね。あるいは、実際に攻撃しなくても、自分たちのレーダーで捕捉できない潜水艦が、同じ海中、ごく近くに潜んでいるのかもしれないという不安を感じさせるだけで十分なのです。もし、敵の潜水艦がいたら、自分たちに危険が迫るわけですから、その場から離れるなど、水上艦艇の行動は、かなり制限をかけることができるはずです。敵の捜索行動を牽制する力があるのは言わずともわかりますね。船体に使われている素材の強度から見て、防流波約 600m 以上の深度まで潜航可能ではないかとも推測されています。中国海軍潜水艦の深度が約 300m ということですから、それが事実なら、防流がかなり優位とも思えますね。しかし、舞台と想定されるのは、水深の深い太平洋ではなく、水深の浅い東シナ海や南シナ海です。ここを、中国海軍との対潜水艦戦の主戦場と仮定した場合、横流ではオーバースペックではという指摘もあるそうです。簡単に言うと、横流をここに投入するのは、もったいないということなのでしょうか？ライオンは、ウサギを仕留めるにも全力を出すという言葉があります。強力な兵器を出し惜しみしてチャンスを逃しては元も子もないと感じます。太平洋戦争末期の戦艦ヤマトの例を思い出してしまうのは筆者だけでしょうか？潜航深度以外にも日本の潜水艦が高いレベルにあると考えられている理由はもう一つ静粛性です。視界が悪い深い海中では潜水艦の動きは音で判断するしかありません。となると、なるべくエンジン音や生活音などが少ない方が有利なのは自明の理ですよね。横流は通常動力型潜水艦ですが、原子力推進型より構造的に優れているポイントを極限まで突き詰めていった結果、驚くほどの秘匿性を持つ潜水艦になったというのです。中国潜水艦浮上事件が横流の静粛性の証拠になるかもしれません。2018年1月、日本の領土である尖閣諸島沖に中国海軍潜水艦が突然浮上したのです。海中に隠れて行動するはずの潜水艦が浮上したことで大騒ぎになりました。
尖閣諸島付近の海中でこそこそ活動していた中国潜水艦を発見し、空自と海自が執拗に追跡し、相手覇王龍からは逃げられないと判断して、しぶしぶ浮上したのが真相だろうと見られています。要するに、追跡されるまで中国側が気づかなかったということですね。王龍の静粛性の凄さを痛感したのではないでしょうか。中国海軍原潜には、数多くの騒音トラブルが発生しているそうですから、秘匿性に関して、王龍は世界最高水準の潜水艦であると断言しても間違いないでしょう。防衛装備庁が、ついに、レールガンの洋上射撃試験で成功との発表。今回は、レールガン世界初の洋上射撃試験成功を詳しく深掘りしていきます。アメリカでさえ断念しているレールガン開発、日本が世界をリードする時が来ましたね。日本が、アジアのシリコンバレーへと変革している中、新たな発電システム開発も進んでいます。中国も現在ガラパゴス化しています。今まで各国から盗んできた知識が入手困難になり、経済も崩壊です。そういえば、学術会議の中国メンバーは排除しないといけませんね。2023年10月17日に、日本の防衛装備庁は、開発中のレールガンを、実際の海上自衛隊の艦艇に搭載した形での洋上における発射テストを行ったことを公表。レールガンとしては、世界に先駆けた取り組みとなった。今回の試射テストにおいては、その発射時の状況を収めた短い動画も SNS 上で公開されているが、レールガン自体しか映っていない絶妙のアグルで、海上自衛隊のいかなる艦艇へ搭載したのかは伏せられている。公開された動画は、洋上で発射されるレールガンの発射時の銃口部付近のみを左右、斜め右下、上の4つ視点から捉えたもので、艦艇の種別がわかるような映像は一切映り込んでおらず、特定は困難だろう。レールガンは、弾丸を従来の火砲等のように火薬を使用して撃ち出す仕組みではなく、電気を用いて、電流をレール上に流すことによって電磁気力を発生させ、その力で撃ち出す手法を用いた兵器である。従来の火砲と異なり、火薬等の爆発力を利用して弾丸を撃ち出すものではないため、今回 SNS 上に公表された動画においても、銃口部が発射の反応で動くような様子もなく、極めて静かに動作しているように見える。レールガンは、これまでに、日本以外でも、アメリカ、ロシア、中国、トルコなどが開発を推進しているとされてきたが、最も先行していたとおぼしきアメリカは、2021年に開発の中止を公表するなど、取り組みにばらつきは生じている。アメリカがレールガンの開発中止を発表したことで、その実用化を危ぶむ声も聞こえていたが、今回、日本は、なんとか洋上での発射テストを成功させたことで、その実用化が現実味が帯びてきたと言えるのかもしれない。日本では、昨年2022年末に、海底の上で閣議決定された防衛力整備計画の中に、2023年度分の防衛予算に238億円のレールガン開発に向けた費用を計上していた状態で、早くもこの投資の成果を反映させた形となった。日本におけるレールガン開発の道筋は、まず小口径のレールガンで実用化を実現した後、次に中口径のレールガンの開発を推進する二段構えで進められる予定とみられ、今回は第一段階の小口径であったと考えられる。日本ではレールガンを陸上の特定の場所に固定設置するものと、今回の発射テストのように艦艇に搭載するものとの二つの用途で実用化を目指しており、現時点では
2027年を目標に開発を進めている段階である。防衛装備庁では、電磁気力を利用して弾丸を発射するレールガンは、従来の火薬を用いた砲と比較して、弾丸の発射速度を極めて高速にすることが可能になるとみており、その特性を生かした活用法に期待を寄せている。具体的には、防衛装備庁では、レールガンにおける弾丸の初速を、秒速2000メートル以上とする目標を掲げており、これは、例えば現在の火砲の代表例である、戦車砲の 120mm 砲弾が、およそ秒速1750メートルほどであることより、はるかに高速である。すでに、防衛装備庁では、陸上の施設内におけるレールガンの発射テストは、これまでにも行っているが、そこでは、弾丸の初速が、秒速2300メートル弱をすでに達成しており、掲げる目標値が現実的であることは証明されている。では、こうした物理的なレールガンの高初速な弾丸を、いかなる用途に用いることが想定されているのかといえば、敵のミサイルを迎撃する手段としての対空、防空兵器としての用途や、敵艦や対地攻撃用途が挙げられている。個人的には、いかに、レールガンの弾丸が高初速とはいえ、飛来する敵のミサイルを迎撃するためには、弾丸自体は未誘導であると思われるため、敵ミサイルの軌道を、いかに正確に把握して発射するのかが問われるのではないかと感じる。このあたりの部分は、今後、ますます高速化が予期される、極、超音速兵器をいかに捕捉するのか等し、レーダー等の周辺機器との素早い連携が必要になると思われ、そう簡単に解決できる問題ではないのではないかとの疑問もよぎる。逆に、敵艦攻撃や対地攻撃用途を想定した場合、その弾丸の高初速を生かした昇降系ながら、比較的威力の大きな攻撃手段の一つとして利用できる可能性は高いのではないかと思え、そちらの実用化の方が早いようにも感じられる。いずれにせよレールガンでは先行していたと思われるアメリカが、イギリスの BAE システムズ社等と進めていた、その開発を諦めた大きな理由は、運用に必要な大電力の供給と、射程の短さがネックとされたと記憶している。これらの課題。個人的には若干の違和感を感じていた。しかし、これは防衛装備庁が公表しているレールガンの研究火砲を変える電気の力という資料によって、一貫してレールガンが射出する物体を弾丸だと表記していることに習ったものであると推察することができる。このレールガンの研究火砲を変える電気の力という資料では、レールガンを電気の力を利用して弾丸を発射する将来砲と記述しており、火薬を使用する火砲と比して、非常に高速な弾丸初速を実現するものと定義している。よって、そこでは、レールガンの特徴を、前述したように、1秒速2000メートル以上の極超音速で弾丸を発射可能、に電気使用のため、弾丸初速の調整が可能で、火薬より安全、3弾丸自体が小型で、探知や迎撃が困難だとしている。1の秒速2000メートル以上の極超音速で弾丸を発射可能という点は、これまでにも記述してきた通りだが、2の弾丸初速の調整が可能で火薬より安全という点は、電気を用いることで生じる大きな利点であろう。火薬を、砲弾の推進力として使用する従来の火砲は、例えば、戦車砲の場合、44口径 120mm 滑降砲よ、ルル、55口径 120mm 滑降砲が長射程であるというように、重心長が、物理的に長い方が砲弾をより加速させ、長射程、高威力を実現させる。これが、レールガンの場合、電気を、
エネルギーとして弾丸の発射に用いるため、非常に瞬発力が高く、短い方針であっても、極超音速に到達する速度で、弾丸を発射可能でかつ、電力の調整で、その性能を容易に制御できるとされている。こうした電気を弾丸の発射に用いることの利点は、言うなれば、ガソリン等の内燃機関のエンジンを搭載した車と、電気モーターで駆動する車との特性の違いとよく似ており、後者が、出だしから、高い出力を発揮できることを想起させる。また、通電させる電気の量を調整することで、弾丸の初速を制御できるということは、状況に応じて電力消費量を抑えられることを意味し、ある意味汎用性の高い運用が実現できる可能性を示唆するものとも言えるだろう。日本の試作段階でのレールガンは、口径 40mm、全長約 6m、重量約6トンの砲自体から、全長約 160mm、重量約 320g の弾丸を、総エネルギー 5MJ で、8.5kV の電圧を用いて発射する仕様となっている。40mm という口径は、現状における海上自衛隊の護衛艦が搭載している火砲が、主として76mm や 155mm であることに比すれば、まさに、艦砲というより、機関砲に近い小口径であり、効率的に運動エネルギーを活用するものだと感じられる。この 40mm 口径が小型のレールガンであると考えると、今後の中口径というものが、どの程度の大きさを想定しているのかが気になるところではあるが、現時点ではそれについて判断できるような情報はまだ見当たらない。木原防衛大臣がトマホーク1年前倒しで導入を発表し、国産のトマホークとも言われる一蓋式精密誘導弾改めも1年前倒しで検討との情報をキャッチしました。今回は攻撃能力獲得で変化する自衛隊を詳しく深掘りしていきます。トマホーク1年前倒しでアメリカも本気ということが理解でき、日本もようやくというか遅いくらいに急ピッチに配備されています。台湾情勢との関連で、日本の防衛力向上は、中国も慌てるほどのスピードで進んでいます。トマホークはすでにあるのでは。2023年10月10日、現在の日本の岸田政権の閣僚である木原防衛大臣は記者会見に臨み、これまで2026年度を目途に実戦配備を行うことを予定していた国産のスタンドオフミサイルについて導入時期を早めることを示唆した。スタンドオフミサイルとは敵の防空網の圏外から発射することが可能な長距離ミサイルのことを指しており、主として近年の対空ミサイルの急激な射程距離の延伸に対抗すべく導入の早期化が求められている。すでに日本政府は6日前の10月4日にアメリカのオースティン国防長官と協議を行った結果、アメリカ製のスタンドオフミサイルといえるトマホーク巡航ミサイルについて、当初予定より1年早めた2025年度の導入で合意を得ていた。日本はおよそ400発ほどのトマホーク巡航ミサイルをアメリカから調達する計画を進めているが、同ミサイルはおよそ 1600km ほどの射程距離を持ち、主として海上自衛隊の水上戦闘艦へ搭載して運用されるものだ。日本が調達を行うトマホーク巡航ミサイルは、艦対艦、艦対地の両用途に使用可能な仕様となっており、飛翔速度こそ亜音速という点は課題ではあるものの、
従来の対艦用のハープーン巡航ミサイル等よりは格段に長射程である。このトマホーク巡航ミサイルの亜音速という飛翔速度をもって、現在の対空ミサイルの性能に照らしてみれば、迎撃が比較的容易であり、有効なスタンドオフミサイルとしては機能しないのではないという批判もたためにする。そうした意見も一理あることは、完全には否定はできないが、こうしたおよそ 1600km ほどの長射程を誇る巡航ミサイルを保有することで、少なくとも敵側は、それらを迎撃するための監視体制や機材を稼働させる必要に迫られる。そのような動きを敵側に強いることには大きな意味があり、警戒を怠れば、自軍の艦艇や地上の設備に損害が生じる可能性があると思わせることで、実際の攻撃に至らずとも抑止するための体制を取らせる効果が期待される。ただし、欲を言えば不幸にして、実際の戦闘に突入してしまった場合には、敵の防空網を突破するだけの飽和攻撃が行える数量のミサイルを投射できれば、なお良いわけだが、日本が調達を決めているトマホーク巡航ミサイルの400発では心もとない。その意味でも、スタンドオフミサイルの数量自体をある程度揃えるためには、やはり国産化を推進しておく必要があり、今回、木原防衛大臣が記者会見で示唆した国産のスタンドオフミサイルの配備の前倒しは、現状では必須と思われる。このところ、主として、南部戦線での膠着状態が懸念されているロシア・ウクライナ戦争においても、これまでに、ウクライナ側に西側諸国から供与された中で、最も長射程な兵器はイギリスからのストームシャドウで、かなり効果的な戦果を上げているように見える。ストームシャドウは、航空機に搭載して運用される形式の空対地巡航ミサイルであるが、輸出仕様の最大射程距離はおよそ 250km ほどと言われており、それでも、これまでの供与兵器の中では、最大の長距離兵器と目されている。このストームシャドウも飛翔速度は音速であり、いわゆるステルス性を完備したものではないが、これまでの運用状況から見ると、ロシア側の防空網は、その迎撃に成功したと見られるケースはなく、非常に高い精度で攻撃を成功させている可能性が高い。こうした実際の戦争での直近の実例を鑑みても、亜音速の巡航ミサイルであっても、ある程度の防空網を備えたロシア軍に対しても効果的であることは明白となっており、この点は日本にとっても朗報だと思われる。さて、それでは、日本が国産化を当初の予定よりも1年の前倒しを検討しているスタンドオフミサイルが、具体的に何を指すのかといえば、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型、当初防衛用の高速滑空弾、潜水艦に搭載する誘導弾が主であろう。一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型は、現時点で、陸上自衛隊が配備を行っている一蓋式地対艦誘導弾の改良型であり、現行のオリジナルの最大射程距離は、およそ 200km 弱と、残念ながら長射程と言える性能ではない。しかし、ロシア・ウクライナ戦争でのストームシャドウの有用性を見れば、最大射程距離がおよそ 250km ほどとされる同ミサイルであっても、その価値に疑いの余地はないため、現行の一蓋式地対艦誘導弾も一定の価値は担保されるだろう。この一蓋式地対艦誘導弾の改良型である能力向上型は、まず、射程距離をおよそ 900km ほどに延伸することが明かされており、最終的には、さらに、およそ 1500km ほどにまで延伸される予定であり、飛躍的な向上が見込まれている。一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型は、名称こそ改良型を思わせるが、ミサイル本体は、ステルス性能を加味した、ほとんどオリジナルとは別物と言える形に進化しており、南西諸島の防衛も、九州本土から物理的な対応を可能とするものとなる。また、オリジナルの一蓋式地対艦誘導弾が、装輪式の車両によって運用させる地上発射型のみであることに比して、能力向上型では、航空機に搭載する形式や、艦艇に搭載する形式への拡張が打ち出されており、多様な発射母体が想定されている。これによって、運用は、陸海空3自衛隊の部隊のすべてをカバーすることとなり、より多層的な防衛体制の構築を可能とすると考えられ、
もともと対艦攻撃用途の兵器ではあるが、対地攻撃用途にも使用可能な汎用性も実現する予定である。次に当初防衛用の高速滑空弾だが、こちらは飛翔速度が音速を超過するとみされており、現時点ではまず射程距離 500km ほどのものとなると想定されており、南西諸島の防衛に向けた地対地兵装の用と位置づけられている。当初防衛用の高速滑空弾は一蓋式地対艦誘導弾等と異なり、兵器としての分類上からは弾道弾タイプの極超音速滑空体 HGV であり、かつての敵基地攻撃能力、現在の日本政府の言う反撃能力を具現化したものとなるだろう。この当初防衛用の高速滑空弾も2030年代以降を目標に、最大射程処理をおよそ 3000km ほどにまで延伸する計画が打ち出されており、対地攻撃用途に加えて、こちらにも対艦攻撃用途も可能とする改良型も視野に入れているとされる。また、潜水艦に搭載する誘導弾については、現行の海上自衛隊の潜水艦すべての標準装備である 533mm 魚雷発射管6門から、運用可能なものを想定しているとみられ、同様の仕様であるアメリカ製のハープーン対艦巡航ミサイルを代替することになるのだろう。この潜水艦に搭載する誘導弾も一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型とミサイル本体を共用化できればベストだと思われるが、前述したようにステルス性能を加味し大型化させているため、 533mm 魚雷発射管からのそのままの形での運用は困難とめされる。そのため、533mm 魚雷発射管での運用に対応した別バージョンが専用に開発される運びとなることが想定され、最新型のハープーン巡航ミサイルのブロック2と同様に、やはり、対艦・対地攻撃の両用途に対応した形となるのだろう。海上自衛隊では、VLS 垂直発射管を搭載する実験艦の建造を行うこともすでに決定されているが、現状22隻体制を確立した潜水艦隊の主兵装である 533mm 魚雷発射管を有効活用する意味でも、新型誘導弾の実用化が並行して行われると考えられる。